次に三谷秀弘君。委員長。三谷君。みんなの党の三谷秀弘です。先ほど、イメージ区も、木下委員がおっしゃった通り、18時間、こちらの、国会 の、まあ、その委員会の場で審議を、行ってまいりました。もともとこの消費税 の、 円化、まあ、その転嫁の、法案に関して、まあ、その趣旨というものは、まあ、理解できないわけではないけれども、実はこの18時間の議論を、経てですね、議論して考えれば考えるほどその実効性に疑問符がをつけざるを得ないということに私の中でもう本当に傾いているわけでございます。その内容につきまして総理への質問等々含めてこれから質問してまいりたいと思います。今回の消費税の円滑転嫁法案に関して大きく3つの柱がございます。一つ法案の柱の一つはいわゆる買い叩きの防止。この法律におきましては消費税増税分をメーカーや卸に押し付けてはならないということを、ね、規定しております。まあ、しかしながらですね、まあ、これは、実は、消費税の分をそのまま負担してほしいからその分仕入れ値を安くしてほしい、まあ、こういうふうに直接、まあ、依頼したという場合にはこれはもちろん規制の対象になるわけではありますけれども、同じ値段じゃないと売れないから同じ値段で納入してくれというふうに言われたらもうこれ事実上適用されないんですね。だからまあそういう意味では今の経済状況を、まあ、前提に考えると、まあ、果たしてどこまで実効性があるのかということに対して、まあ、大きな疑問を持たざるを得ないというのが1点。そしてこの法案の2つ目の柱というのはいわゆる広告規制、もう何度も何度も議論をいたしましたけれども、このまあ議論審議の過程で、まあ、政府内において混乱が生じまして、まあ、統一的な見解というのがまとめられるに至りましたけれども、まあ、結局そこが出てきたこの内容はですね、まあ、泰山明道してネズミ一匹、消費税という文言を含まなければ基本的に規制することはできないというような結論に、至っているかと思います。まあ、そもそも価格を据え置くということ自体は、まあ、消費税増税されたってこれは もちろん自由なわけですから、どういうふうに表現をしていくかと、消費税ということを使わなくて単に 3% 値引きセールもしくはその価格据え置きセールということを言ったって規制できないということであれば、もうこれはもうほぼザル法と言っても過言ではないわけです。まあ総理は今までのその審議の過程、まあ、全てその場にいらっしゃったわけではありませんから、まあ、どこまでご存知か、わかりませんけれども、実はこの参考人の、まあ、質疑、招致をして、その中で意見を伺ったときもですね、まあ、その参考人の中から、口から、もう事実上効果がありませんというようなことを正面から認めるというような、まあ、見解すら出てきてしまっているわけです。まあ、そういう、まあ、このいわゆる円滑転嫁法案について、総理にお伺いいたします。この法案に、具体的に何人の人を雇って、まあ、具体的に予算としていくら投じる、ことになっているかということについてご存知でしょうか。安倍内閣総理大臣。今般の消費税率の引き上げに際し、中小事業者を中心にですね、消費税の価格への転嫁に懸念が示されていることは事実でありまして、転嫁しやすい環境の整備は重要な課題であります。その際、立場の弱い中小事業者は自ら違反行為を申し出にくいという実態があることから、大規模な書面調査を行うなど、政府の側から積極的に情報の収集を行うなどの取り組みが必要であります。まあ、こうしたことから転嫁対策を執行するために公正取引委員会及び中小企業庁で新たに約600人の人員を手当てし、このための予算として平成25年度予算では約12億円を計上しております。このほか相談体制の整備等のための予算も計上しており、政府としてはこれらの予算や人員を最大限に活用して実効性ある転嫁対策が実施して、転嫁対策をですね、実証していきたいと考えております。三谷秀弘君。今お答えいただきました600人を採用、そしてその人件費と12億円というふうにお答えいただきましたけれども、実はこの12億円というのはですね、まあ、この平成25年度雇うとしてもこれ9月ないしは10月に雇っていく、そのための人件費というわけですから、年間でいくとその倍かかっていくということになります。そしてその啓発等々を含めて、まあ、本件の全体に対して30億円40億円というのが、まあ、この法案を通した後にこの施策のために使われていくというような費用でありますけれども、具体的にですね、その総理にお伺いいたします。これだけの費用を投じた分だけの効果が得られる、そういった経済効果を見込んでいらっしゃるのでしょうか。
稲田国務大臣。私はこの法案はですね、経済効果、この法案を通すことによって、いくらの経済効果が出るという、そういう法案ではないのではないかというふうに思っております。消費税のきちんとですね、転嫁をしていく、そしてそれによって、不公正な取引だとか、あと不当な取引が行われるということは、私はやっぱり防がなければなりません。そういう意味において、金額だけでですね、測れるものではないし、ただ国の予算を使って、取り締まりをするわけですから、実効性のあるものにはしていかなければならないと思っています。はい、三谷秀弘君。先ほど、その経済効果と伺った趣旨はですね、これ もう先ほど申し上げたとおり、実効性がないというような観点、その実効的なものにしていかなければいけないというそのお題目は理解をしているんです。しかしながら今の法律の立て付けによりますと、事実上これ規制できないというところがありますから、じゃあその本当にお金をかけた分だけそういった効果を得られるんですかという観点からの質問でございました。その点に関してはもう、お答えはいただきませんけれども、この投じた費用分、そういった30億40億円のお金を使っていく、これ、1年度ですからね、その次の年、これ3年半、これをこの予算を使っていくということになりますから、総額でもちろん100億円以上のお金を使っていくという形になりますけれども、そういったことで本当に効果が得られるのか、疑問なしといたしません。そして、今回のいわゆるその、広告規制の問題については、いわゆるその、自由な経済活動というのを大幅に、そういった広告という観点から制約するという意味ですから、先ほどまさにこれも木下委員おっしゃったことですけれども、統制経済というものにもつながっていくと言ってもこれはもう過言ではないということであります。基本的には自由な商売を認めていくということによって、その民間の創意工夫が発揮されていくわけでありますから、前回この消費税が増税された際の消費税還元セールというものを行ったことによって、ものすごい売り上げが上がったということもあるわけですから、そういった自由を認めないということで、本当にこの国の経済というのは回っていくのかということは非常に心配をせざるを得ません。そして次の質問に移ります。このさらに 3つ目のポイントですけれども、この法案によって一時的にではありますけれども、外税方式というものが復活をいたします。もちろん一つの商品について、それがその増税、内税なのか外税なのかということについての、この区別は明瞭でなければならないというようなこの規定はあります。それは仮に明瞭であったとしても、こっちの A というお店、こっちの B というお店で、こっちが外税でこっちでが内税、それぞれが明瞭であったので、どっちが高いかどっちが安いかということは、これ判断することはもう事実上これ難しいという形になるわけですから、消費者に混乱を生じさせることはもう明らかだと思うんですけれども、この内税と外税が同時に混在することによって、消費者に混乱を生じさせるとは思わないでしょうか。竹内財務大臣政務官。お答え申し上げます。価格表示の在り方を検討するにあたりましては、消費者からの視点と事業者からの視点の両面からの検討が必要と考えております。今般の法案では、消費税率の引き上げ前後の期間におきまして、消費税の円滑な転嫁の確保や事業者による値札の張り替えなどの事務負担への配慮の観点から、消費者に誤認されないための対策を講じていれば、税込み価格を表示しなくてもよいとするとともに、消費者にも配慮する観点から、事業者はできるだけ速やかに税込み価格を表示するよう努めるとしているところでございます。政府といたしましては、今般の法案に盛り込まれた総額表示の特例に伴う消費者の混乱をできるだけ防止するために、事業者など関係者のご意見を聴取した上で、今後作成するガイドラインにおきまして、消費者に誤解を生じさせにくい値札表記の具体例などを明らかにするとともに、事業者及び消費者への広報活動にしっかりと取り組んでまいりたいと考えているところでございます。三谷秀弘君。そもそもこの法律の目的を何かというようなことを考えると、もちろんその消費税の転嫁を確保するというところでございますけれども、その消費税の転嫁を確保することによって、中小企業というものを、しっかりと、保護していく、立場の弱いもの、事業者が消費税増税分を押し付けられるというような事態を避けるということにあるわけですから、そういう意味では、この法案というのは中小企業対策ということでよろしいでしょうか。稲田国務大臣。
もちろんその優越的な地位をですね、利用して中小事業者がですね、まあ、不当な値引きですとか、そして、消費税を転嫁できないというところを防ぐということでございますので、中小事業者を保護するという意味もあるし、やはり私はきちんと転嫁をしていく、取引の公正さを担保することによって、社会正義を実現するという意味もあろうかと思います。三谷秀弘君。もちろんその意味もあるんですけれども、中小企業対策という立場の弱い人をしっかりと救っていくというような観点はこれあるわけですから、中小企業対策ということを言ってもおかしくないと思っておりますけれども、先ほど申し上げたとおりですね、この法案による実効性というのは極めて薄いわけですから、これだけの人員を割きまして、そしてこれだけの税金を投入して、そして市場にこれだけの混乱を生じさせる可能性があるというようなことをやってまでですね、この法案を通すということは、はっきり言えばこれ参議院選挙に向けて の、 その中小企業対策しっかりやってますよというようなアリバイ作りのようにしか見えないわけです。だからこそですね、今の日本にはですね、そういう無駄な、この選挙対策のために費やすような予算、これをやっているような余裕はないはずなんです。だからこそ、伺います。今の、このせっかくですね、今の景気、いわゆるアベノミクス、言われており、ご本人は言わないでしょうけれども、一般には言われておりますけれども、それに好景気が来ているわけです。で景気が上がっている中で、じゃあその前に、労働者の給与が十分に上がる前にですね、この消費税の増税を行って、それをしっかりと価格へと転嫁するということになればですね、当然ながら、確実に物価が上がって消費が落ち込んでしまうということになるわけじゃないですか。だからこそ、このことによって、何が一番中小企業というものを、これを苦しめることになるかといったら、消費税の転嫁をこれを図らないということではなくって、消費税の増税を行うということによって一番中小企業をこれ苦しめるということになるんじゃないでしょうか。総理、いかがでしょうか。安倍内閣総理大臣。基本的にですね、中小企業の方、方々、そこで働いている方々もですね、まさに、セーフティーネットを必要としているわけでございまして、皆さん、年金あるいは医療制度の中で、これをセーフティーネットとしてですね、仕事をしておられるわけでございまして、このまさに根本をですね、しっかりと持続可能なものにしていくための消費税の増税であるわけでございますが、他方ですね、今委員がご懸念を示されたとおりですね、景気がこれはですね、いわば非常に悪化をしていくというような状況の中においてはですね、この消費税を上げていくということによってですね、さらに景気が悪化をし、そしてデフレが悪化をしていくということになればですね、これは当然不足18条があるわけでございますから、その中において判断をしていくということでございます。いずれにせよ、さまざまな経済指標を勘案をしながら適切に判断をしていきたいと思っております。三谷秀弘君。そもそも消費税の増税の目的というのは、しっかりと税収を確保していくというところに、主眼が置かれていたかと思っております。そういった観点を含めてもですね、この、先日、党首討論が行われた際にもですね、みんなの党の、渡辺芳美代表が、述べておりました。安倍政権には長期政権の予感すらすると。ただその政策で重要な、その舵取りを間違ってしまったら短命で終わってしまうと、そういうふうな懸念を示しておりました。その一つがこの消費税の増税の問題だというふうに理解をしております。今せっかくアベノミクスの期待感というものから好景気が訪れているわけですから、しっかりとこの景気を持続させていくということにですね、注力をしていただきたいというふうに思うわけです。単なる消費税の転嫁を円滑に行うというため、中小企業対策というためのアリバイ作りの政策を進めるということに急急となるべきなのか、せっかくこういうふうに訪れた好景気、これを犠牲にしてですね、消費税の増税を、それをして進めてしまってよいのかということを改めて立ち回って検討していただきたいということをお願いさせていただきまして、私の質問と返させていただきます。ありがとうございました。Thank you.